trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than はい、おはようございます。原田農園です。今日は1月28日ですね、火曜日です。今日もですね、外雨が降ってですね、昨日はちょっともう一日中土砂降りでですね、ほとんど外で作業をすることもなくですね、ちょっと撮影の方をしてなかったんで、昨日は動画の方を休みさせていただいたんですが、今日もですね、またあいにくの雨で、明日ぐらいまではですね、ちょっと天気が悪いみたいなんで、明後日ぐらいからですね、また晴れ間が見えてくる模様です。まあでもちょっとまあ見てもらったらわかるんですけど、こんなにですねちょっと雨が降ると外作業は一切できない感じですという感じですね。また今日はちょっと暗渠排水したハウスのパイプの様子などですね、から水がさっき出てましたね、パイプの様子とかですね、ちょっと白菜、お気に入りミニ白菜の方もですね、ちょっとハッシュしていこうと思いますので、そちらの方ですね、紹介の方をしていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今ですね、水分が足らないので、水をちょっと入れてしっかり攪拌してですね、ハッシュ準備をしております。外は今日も、先ほど紹介したように雨が降ってますので外作業できませんとですね、ハッシュ作業ですね、やっていきたいと思います。はい、よくかき混ぜたらハッシュの方していきます。もう200穴のですね、セルトレイがちょっとないんで、今からは120穴のセルトレイで。はい、それではですね、土の方に入れていきたいと思います。今回ですね、ハッシュしていくのは、ちょっとラベルが色が悪くなってるんですけど、CR お気に入り白菜ですね、ミニ白菜ですね。こちら種がまだ残ってますんで、こちらのですね、ハッシュの方をしていきたいと思います。
はい、こんな感じで、暗渠、下流側から掘っていったんで暗渠がですね効いてますね。しっかり水が出てます。こんな感じで、まあこれが全部畑に溜まっていたと思えばよく効いてますね。はい、そんな感じで環境排水大成功しております。はい、今仕事から帰ってきました。ちょっと永田くんがですねユンボの、バケットを付け替えるということで、ちょっと今から、コメントでユンボのバケットの付け替え方の動画をちょっとぜひやってくださいというコメントもありましたんで、ちょっとやっていきたいと思います。まずですねバケットのこの部分、ここ2つネジがありますので、このネジをほどいてピンを抜いていきます。これはまあグリスが行き渡っていたらこういう感じで抜けてきますので、両方とも抜いていきます。でここにもですね、ゴムのパッドが、ゴムのパッドと鉄のシームがあります。ですね、ゴムのパッキンとシムがありますので、これもちゃんと取っておきます。でもうこれで外れましたんで、とりあえずちょっとこれですか、うん、これを、はい、ハサミの爪を逆転します。上と下にピンがあるんですが、上と下のピンの下側を外して、上の丸い軸を軸にして、こう上に反対側にやって、この上にですね止めていきます。取れましたか。OK です。じゃあ次はちょっとエンジンかけてこの軽トラの荷台の、今度は軽トラの荷台のここへ、
ちょい行こう。まだ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 下げて。はい、はい、でとりあえずこれで上げる。上げる上げる、はいよ。でこれちょっと伸ばして、はいはい、まだまだ、はいはい、もうちょい、はい、OK、はい、でここを伸ばしてちょうどいい位置にすると、今度はシムとバッキンを画面に縮める、下げます、縮める、あ、縮める、このまだ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 、はい、はい、そしたらこれが、あ、縮めたらこれが緩くなる、あ、そう、緩くなったら OK、はい、で、今度はまたこのシムをどれぐらい刺さるか見て、あんま刺さらんほんまギリ、そうそう、バケットに落ちちゃう、スイッパー、これをギリ刺すっていう感じだけで、これ自体がもうじゃあ上がるね、これ全体が、反対反対反対、まだ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 、あ、OK、はい、そしたらこのゴムをこっかに同じように
けるとき、はい、青い、青い、はい、あ、なんか違うな、はい、違いますね、厚さが違う、はい、バタがないようにすればいい、閉める、置いてから無理やりつけようも絶対使う、最初そう考えてた、出ちゃー、きれい、